イサムちゃんです。はい、今日もご飯作っていきますよ。今日作るのがね、今日はね、ぬらしめじきのことで、はい、チンゲン菜ですね。チンゲン菜、はい、これを使っていきたいと思います。はい、それでは、何ができた、あとね、嘘です、まだありました。どこからですか。はいはい、豚肉も使って、やっていきたいと思います。はい、それでは後ほど。はい、それではね、作っていきますよ。はい、今作るのが、とりあえずね、これはもうそのまま、入れていきましょうということで、こいつはまずね、チンゲン菜1本だけ今日使いましょう。あんまり要素作るとあれなんで、1本だけ作って、残り1本は、ね、明日のまだね、お昼かなんかに使っていこうと思います。もし少なかったらもう一個やり受けるいただけね、タイプこんな感じで、これも食べれる、これも食べそうですね。はい、で、まあ、多分焼いたらいけるのかな。このちょっと大きいやつだけ入れましょうか。切りましょうね、またね。はい、お肉は一応ね、細切りしてるんで多分切らなくてもいいと思うんで、とりあえずそのまま。はい、ではね、炒めていきたいと思います。ガスがもう今日でちょうど切れるかなぐらい、強火のガスを持ってきてるんでね、で、はい、ということでで、入れるのが油ちょっとだけ今日はしておきます、ね。ああ、いや、油ちょっとだけしておきますよ。はい、今ねちょっと油炒めて準備しましょう。そう、今時間がね、夜の10時半、今日はめちゃくちゃ時間遅なったんで、ちょっと急いでパパッとやって、やりしましょうかね。炒めるのは野菜は後にして、肉からいきますよ。肉からね、
下だけ切っておきましょう。こんな感じで。野菜のオイスターソース炒め完成です。はい、では食べていきたいと思います。いただきます。これ、ゆうかさん美味しそうでしょ。はい、ちょっとね、まだ換気してるんで音はうるさいですけど、これは気にしないで。今日はね、豚肉とチンゲン菜のオイスターソース炒めをやりました。ちょっとね、オイスターソースをなんか使えるなと思って買い物しながら。ジンゲンさん、もうちょっとね、細かく切ったらよかったですね。はい、ジンゲンさん、はい、ちょうどいいですね、炒め方。うん、あと肉とオイスターソースの辛み抜群にいいです。これはもうぜひやってください。もちめん菜と、まあ、きのこじゃなくてもね、他何でもいけますので、豚肉でも鶏肉でもオイスターソース結構いけますね。これまた他にもね、活用してみたいと思います。
はい、ってことで、もうちょっとババッと食べて、ちょっともう時間が多分このまま行くと今日埼玉行きたんですけど、なんか3時4時ぐらいになってしまうんで、ちょっとね早め食べて、行きたいと思います。はい、あとね前回前々回の動画と上げさせてもらってもたくさんのコメントいただきまして本当にありがとうございます。あとね、できたら、登録の方もぜひしていただけたらと思います。でまたね、今車中飯続いてますけれども、やっぱりねコロナでなかなかねサービスエリアも使えるは使えるんですけども、まあ、そのあまりねうろちょろもできないんで、まあ、どうしてもこういう車中飯メインになりますけれども、そのうちどっかねこうできる景色のいいとことかあれば、随時紹介していって皆さんに少しでもね元気になってもらうように届けられたらなと思います。はい、ってことで今日は豚肉とチンゲン菜のオイスターソース炒めをご紹介しました。またよかったらコメントの方にね、こんな料理ありますよっていうのをぜひ言ってもらったら、試していきたいと思います。それではまたね。